島構造、森保監督の身体コメント。日本がイランに敗れ、早々と準々決勝で敗退した。日本サッカー協会の田島構造会長は試合後、会場で、この結果が森保はじめ監督の身体問題に発展するのか?と問われそれについては全く考えていません。というのは、我々がドイツ、スペインに勝ったりするのと同じようなことがアジアでも起こるということだと思います。そういう意味では逆に良い、引き締めるチャンスにしたいですねと続投を明言した。また、伊東純也の日本代表離脱によるチームへの影響について問われ、みんなプロフェッショナルで、いろんなことが起こってもそれに対応する、そのレベルにある選手たちだと思っています。しっかりと情報を集めて調査した結果があのような形になった。それはしっかりとみんな受け止めて、選手たちも本人も納得して、あのような結果になったということですと語った。この男は自分の思い通りに動いてくれるスポンサー受けの良い監督しか使わないからな。結局日本サッカーの根源がこの男よ。まあこの男が、解任させるわけないよね。森保さんのことを何でも聞いてくれる部下とでも思ってるのかね。このおっさんも3月で任期満了だよな。マジでもう出てくるなよ。宮本常も完全に田島チルドレンだからな。マジで戦術理解度高い監督とかコーチ陣を入れてほしいわ。この男は日本サッカーのことなんか考えてないだろ。一生森保さんに監督させる気だもんな。外国人監督じゃダメなのかな。日本人じゃなきゃ絶対ダメなの。やっぱスポンサー対応悪いから。アジアでベスト8は正直屈辱でしかないし、何かを変えるべきだろう。まあそれが監督であり、田島会長あんたなんだがな。伊東純也の対応の件も含め、不満しかない。大好きな日本サッカーが気持ちよく見れない。選手が素晴らしいのに、それを扱う組織がダメって最悪でしょ。吉田麻也を会長にしてくれ。日本サッカーに本格的にメスを入れるとき。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。